まずは製品ボックスを開けます。モニター、カメラ、サンバイザー、夕方ブラケット、シガーライター、電源コード、アンテナとネジ等。今全部配線を取り外します。カメラのアンテナを取り付けます。モニターのアンテナを取り付けます。私のように操作します。サンバイザーを取り付けます。夕方ブラケットを取り付けます。そしてネジを締めます。私のように操作します。反対側も同じの操作方法です。今、吸盤スタンドの取り付け方法を示します。吸盤スタンドのネジを緩めます。私のように操作します。キューブを後ろに挿入します。キューブを後ろにスライドさせます。ネジを締めます。好きなポジションを調整できます。フロントガラスに取り付けることができます。ネジを締めます。電源コードを取り出します。この配線がモニターの配線に接続します。もう一本の配線がカメラの配線に接続します。そして赤線と赤線を接続します。黒線と黒線を接続します。緑線のコネクタを取り外します。ネジを緩めます。赤線をコネクタの正極に接続します。黒線をコネクターの負極に接続します。そしてネジを締めます。シガーライターを取り出します。配線を接続します。そしてシガーライターを通電します。赤いボタンを押します。商品通電しました。テスト完了です。今全部配線を切ります。私のように操作します。モニターはシガーライターから給電できます。そして通電します。カメラはバックライトやスペアライトや常時電源等から給電できます。赤い線が正極に接続します。黒い線が負極に接続します。今画像ができました。第1ボタンはモニターのオン、オフです。
私のように操作します。第2番のボタンがチャンネル切り替えできます。単画面、総画面、4分割画面。第3番と第5番の左右ボタン使用したいなら、先にメニューモードに入る必要があります。第4番のボタンはメニューです。メニューモードを入って、第3番と第5番のボタンで選択できます。第6番のボタンは確認ボタン&録画のオン、オフです。最後のボタンはガイドラインのオン、オフです。ガイドラインオンするとき、第5番のボタンで HMW を選択できます。H 文字はコードの調整です。第3番のボタンで調整します。そして第5番のボタンで切り替えます。M 文字は左右の調整です。そして第5番のボタンで切り替えます。W 文字は幅の調整です。ただ第3番の左ボタンで調整します。私のように操作します。今メニューモードの機能を紹介します。第1番のボタンはペアリングです。第2番コードのボタンを入ります。私のように操作します。エンターを押して戻ります。第3番は画像タイプです。左右ボタンで選択できます。第4番は分割画面のタイプです。最後のは4分割画面を閉じて単画面を表示です。第5番はカメラのオン、オフです。左右ボタンでオン、オフを選択できます。第5番アイコンは、この機能が4つのカメラ画面とジャンプ時間設定の間の自動ジャンプ設定であることを示しています。最後のアイコンが開くと、チャネル1画面から1つの画面のチャネル4に自動的にジャンプします。第6番アイコンを入ります。このモードに時間言葉、NTSC や PAL の切り替え、ガイドライン等のデータを調整することができます。第7番アイコンは録画されたのファイルです。第8番アイコンは録画の開閉ができます。また、フォーマットもできます。今メモリーカード取り付けの場所を紹介します。2つのネジを緩め必要です。私のように操作します。ここはメモリーカードを挿入します。メニューモードを入ります。第1番のペアリングアイコンを入ります。今ペアリング中の画面を表示しています。カメラを通電します。10秒を待ちます。注意、ペアリングするとき、もしカメラ通電している場合はカメラの電源を切って、そして再接続必要です。接続のプロセス。アダプター。アダプターには2つに穴があります。1つの穴は閉じています。長い線は、ランプの線または車の回路線です。車の回路線を最初の穴に差し込みます。カメラの電源コード。電源コードは第2番の穴に差し込みます。鉄板。
鉄板はタップでそこに固定します。